今日お邪魔しましたのは、はい、トミーズキャンプさんのご夫婦です。ヘルスポートさんのバランゲルドームってやつで、バラン、あ、聞いたことある、バランゲルドーム。でも確かにこれ赤だとまた可愛いな。山広さん、こうやって使ったらいいみたいですよ。はい、どうも。どうも。おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。近い近い。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日ね、キャンプ来てるんですけど、はい、ちょっと超久しぶりの取材動画やろうと思っております。うん、はい。なんとね、インスタでつながってた方なんですよ。そうです。もともと。そう、本当ね、うん、結構前から、1年前とかから。うん、取材させてほしいとお願いして。だって超おしゃれだから。そう。ハルピンさんの、突撃取材コーナーやっていきたいと思います。突撃します。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。どっちか、ここでいいのかな。こんにちは。こんにちはです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お邪魔しましたのは、はい、トミーズキャンプさんのご夫婦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トミーさん、インスタでつながっていて、実は今日初めてお会いして、はい、いきなりちょっと取材を、テントとかもろもろちょっとね、うん、めっちゃかっこいいさ、大きいテントでさ、うち今日タープだからさ、でちょっとさ、動画回す前に見てたんですけど、これもう今さ、ついちゃったんだけど、さっきトミさん、さっき 何やってたんですか。これバーナーですね。バーナーでスノーピークさんのこれ初めて見た。これはこれ自体は見たことあるんですよ、はい、そうなんだ。そうだけど、つい、うん、今つけてたところ、ちょっと一回、もう一回やっていただきたいです。うん、おー、あー、やばいやばい。すごーい。何これ。パワーが違うんですね。私初めて見た。特に改造してるとかじゃないんですか。あ、もう純粋に純正の。そうです、純正です。へー、すごい。すごいね。で、こちらはレンジャー。レンジャーですね。あったか。あったかいよね。いや、レンジャー初めてこうね、私も初めて近くでペレット、あ、ペレットのやってるんですね、やっぱ。そんな秘釈があるんですね。すげえ。これはこれ、インスタでつながった方が作ってるスノーピークのペグとシラカップをつなげたもの。やべえ、なんだこりゃ。え、作ったってことですか。そうです。自作されたものを、自作された方で、はい、自作された。そうです。え、めっちゃかっこいい。あ、シラカップとスノーピークのペグですね、つながってるんですね。つながってるやつです。一目惚れで。すげえ、これはやばい。私今一目惚れした。すごい。で、ペレット、はい、なんか薪でやってる人はよく見るんですけど、なんかやっぱ違うんすか。うちは逆に薪でやった時に、うちの愛犬が結構匂いが嫌がって、あ、煙が逃げちゃうんで、ペレットでやったら全然逃げない。今も薪臭さっていうのはないんですか。ない。今日は風ない方だから。そうですね、二次燃焼が。ここら辺の距離でもすごい、うん、いや、すごい。ハルビン、うちが使ってるキャンプファイヤーとは違うわよ。全然違う。もう暖房みたいにあったかい。燃焼効率が良すぎるんで、うん、薪とかペレット結構なくなるのが早いっていう。あ、イエティのバケツに。お揃いだ。うん、でもなんかあの秘釈があるからめちゃめちゃかっこいいね。かっこいい。それはやばいな。こんな違うんだ。ハルピンさん、いろいろね、こう、そう、どこからさ行っていいかっていうぐらいのおしゃれさなんですよ。もう入り口からも全部。まずテントを伺いたいですね。そうですね。テントはヘルスポートさんのバランゲルドームってやつで。バラン、あ、聞いたことある。バランゲルドーム。バランゲルドーム、一番大きいやつです。へえ。すごいもん、なんかこの空間、ティピーよりもさ、こういう形の方がさ、うん、丸いから空間が広いよね。確かに、うん、ドーム型なんで、雨とか結露とか、こう傘みたいに周りに落ちるから上からポタポタ。あ、確かに確かに、溜まる場所がないですね。そうです、確かに。一応ね、薪ストーブ入れるように作られてはいるんですけど、はいはい、てっぺんのところが緩めるできるので、薪ストーブの煙突を真ん中から出せる。あー、取ってないんですけど。え、でもあれは、あれは空気口です。あ、そうなんですね。生産地がノルウェーなので、やっぱ、はい、
ジッパーだと多分凍るから多分空気穴が絞まるやつになってるのか、はあはあはあ、ノルウェーなんですね。ノルウェー、ヘルフポートってノルウェーなんだ。これは直接買えるんですか？楽天とか、楽天とかで売ってるんですね。そうなんです。まずスカートが内側に入るんですね。あ、そうです、本当だ。あ、これいいね、スタイリッシュに見えるね。ね、確かにシュッと見えるね。なるほど。しかもさ、こんなに開くんだよ、あのオープンする場所が。これまだ2面、もう1面。あ、3面開くんですか。前面しかないんで、後ろがないんで前後に出入りができないんですよ。前しか開かないんで。はいはいはい、なるほど。ちなみにこのテントのいいとこと悪いところはあります？風が通り抜けない。シーズン的にどうしても、はい、夏は無理。4シーズンは無理かなっていう。夏はちょっと暑いですか？夏は暑いですね。あ、暑いと思うぐらい。やっぱ開放感が3つ開ければ開放感あって、はい、しかもあの今これやってますけど、ここがメッシュになるんですよ、半分。ここがじゃあメインのメインになって、はい、サブってやって、はいはい、あとこの小窓がちょっとついてる。あ、本当だ。4サイズのこの小窓を開けしに雨降ってるかなって。あ、本当だ、本当だ。かわいい。透明の。かわいくない？あ、ハルピンさんが憧れの透明窓。そう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 。持ってる方は玉ねぎに似てるので、玉ねぎテントとか。あ、確かに。これ見て。え、そう思った。これゴールゼロや。え、中？うん、いや、ここ見て、ここ。あ、本当だ。ゴールゼロが入ってる。あれですか、この外側っていうのは。外側は、はい、ガレンジブランドさんになるんですけど、はい、ソーラボさんっていう、はい、こういう木をもうメインにした方々で。あ、これ木なんですね。そうですね。すげえ、これ。かわいいね。種類がたくさんあるので、はい、結構今も人気の商品ですね。へえ。すぐ売れてしまうぐらい。なんでそんなにリアに詳しいんですか？インスタでつながった方から教えてもらう、インスタでよく上げてる方から見る、はい、あとは自分が好きなものを探すっていったら行き着いたところが今いっぱいこう点在してるやつ。いやー、すごいよね。すごい。ライトが綺麗。そう。下の台は？下のやつは、ま、やつソマビトさんのやつですね。はい、ソマビト。はい。へえ。これもガレージブランドです、ね。なるほど。アイアンで、はい、まあ、ここにシェラカップ、シェラカップとかいろいろ。あ、本当だ。すげえ。本当だ。お邪魔いたします。わあ、すごいよ。いや、すごい。かわいい。本当だ。あ、これピンクなんだ。赤？ピンク？赤？これは中はなんか。中は、はい、違うんですけど。ゴールゼロ違う。ああ、なるほど。あ、これを入れてるから赤く光ってる。そうですね。じゃあ普通の電球色入れれば電球色。電球色白くなる。これも一応普通に電球色になるので、はい、今こういう状態でこういう。ああ、なるほど。電球色とかもうほとんどホワイトカラーに。でも確かにこれ赤だとまた可愛いな。ね、桜キャンプとかめちゃくちゃ映えます。お伺いしたくて、キャンプを始めてどのくらいになるんですか？キャンプを始めてちょうど3年ですね。今年が4年目。今年で4年目。もう最初からこのスタイルだったわけではない？違います。最初はロゴスっていうメーカーさんから入って、ツールームから入り、で1年ぐらいはだいたいまあ普通のまあどこでもあるような皆さん見るようなテントを使ってたんですけど、インスタを始めたのも最初からじゃなくて、本当にその1年後2年目ぐらいからインスタを見始めてやり始めて、ちょっとそこを見た時に全然違うものをたくさん売ってて、ちょっと欲しくなって、去年一気に総入れ替えをして、へえ、で今に至ってるみたいな感じ。カメラにもハマったから、やっぱり撮りたい、これが欲しい、撮りたいっていうのがあって、もうガラッと。そうですね、カメラとかも好きになったので、はい、一眼とかでも結構使ってるので、トミーさんのじゃあインスタを概要欄貼っておりますので、ぜひぜひ皆さんご覧くだされ。テントもこれだけじゃないもんね。うん、そうですね。まだ他にもありますね、はい、でもその壊れたテントと壊れたテントは、はい、記憶からなくしてます。インスタには残ってますよね。インスタにはちゃんと残ってます、ね。はい、壊れたテントも見れるということで、時期にまた戻ってくるので、はい、大きくなって戻ってきます。なるほど。風で、はい、真っ二つに割れました。こだわりのスタイルのこういうのが好きですっていう、このスタイルの血は基本的に選んでるのもほとんど僕で、はい、ステンレス製のものっていうのは、まあ、アルミコンテナとか置いてるんですけど、はい、ただ本当はまあブラック系とウッドのまあ言ったら木製のちょっと色味っていうか、はい、その
組み合わせみたいなのが好きで、できるだけ背を低くして、うちらがもともと低いので高いものに対してはあまり興味なくて、はい、全体的に低いギアを揃えてる状態ですね。あ、ロースタイルで。ロースタイルが基本ですね。ね、だから空間もより広く見える、うん、そうですね、確かにこの辺とかもね、すごいかっこいい木とさ、これ普通のシェルコンの、はい、スノーピークさんのシェルコンを自分で塗装して、で下にある足とかまたちょっと個人の方がやられてる方で、インスタでつながった方にちょっと個人販売してもらって作っていただいて、すごい、すごい、あ、なるほどなるほど、そうですね、それとかあとはこの前につけてるこういう、はいはい、マグネットつけてこうちょっと置けるものになったりとか、はい、じゃあ別にセットの商品だったわけじゃなくて、違いますね、組み合わせで、うちは基本的に偏ったガレージ、まあ、今よく言うガレージブランドさんではなくて、いろんなものの組み合わせで自分たちがしたいようなスタイルをしたいので、人の真似はできるだけしないようにしようと思っています。なるほど。あと自分たちで作れないから、こう自作されてる方でいいなと思ったら DM 送って、そうですね、作っていただきたいんだけど、まあ例で挙げたら奥で先ほどさっき紹介した東ラボさんの方には看板作っていただいて、はい、作ってたんですよ。そうなんですね、個別にお願いして。あ、であとはこれアイオン、あ、いや木です、木です、東ラボ木だ、木を掘ってもらって、すごいかっこいい、なるほど、高級感がめちゃくちゃある、うん、これいやすごいね、なんかさ、アイディアだよね、アイディアがね、すごいよね。こいつの生地も北海道のキャンパーさんにやってて、はい、これに合わせて作ってもらって、マジっすか、生地を変えてるんですか。生地変えてます、もともとこういうのではない商品なので、はいはい、まあ、これ外れちゃうんですよね、ここ、はいはい、木製なので、で外してここにスリーブみたいに通して、まあ、カメラとか僕は置く場所がないので、なるほど、置き場にしてます。そういう置き場があるの、そして同じカードの箱作っていただいて、100均の、そう、これもともと100均にあるの、側は100均、あー、なんか、あー、分かる分かる、はいはいはい、で、外側だけを作って、外側だけは作っていただいて、なので、逆にコラボのしていただいてる方が多いっていう感じですね。すげえ、なんかもう全部すごいんだけど、確かに見たことないものばっかりだもん。そう、うん、ちょっとね、僕が気になったのは、うん、やっぱね、奥の棚っていうか、うん、ね、確かに、そう、テレビモードのようなそう、その木のそれは何ですか、これはイナウト、イナウトですね、イナウトさん、スタックボックスってやつで、はい、これが一番大きいサイズですね。本当はもう一段小さいサイズがあって、はい、2段にできるんですけど、こうシュッとなるんですか、しま、ちっちゃくなるんですか。いや、もうこれはこのままで、このまま、この部分、その橋渡しの部分は、これはただはめてるだけです。これはしかも稲本の純正ではなくて、棚を別で作ってもらっていて、そうなんですね、その上の部分だけを今回持ってきたっていう。なるほど、まさにそうやって融合させて、そうですね、融合型キャンパーみたいな感じ、たまんじゃね、かっこいい、アイディアがすごいね。あ、そのだるまみたいなのはこれはそれ僕はちょっといつそれに触れようかと思ったんですけどそのだるま、これキャンプギア、キャンプギア、マップが裂けた時期があって、ちょっとなんか取り憑かれてるんじゃないかと思って縁起がいいものが欲しいと思って、はい、だるま専門でやってる方がいらっしゃって、その方にお願いして一応名前も入れていただいて、なるほど、作っていただいて、本当だ、すげえ、あ、これなんかモコモコしてんすか。そうです、そうです、知らなかった、そう、こうなんか上に、そう、すっごすごい、なんか塗装が凝ってますもんね、これ、かっこいいよね、すげえ、この黒光りがすごいいい感じ、確かに、そうです、これ気に入ってすぐお願いします。キューブ、小部屋、小部屋ですね、はい、と、ミル、ミルですかね、あれ、これはミルだ、ディフューザーですね、アロマ充電して、そうなんだ、今ちょっとこうやってつったら、実際これは中身っていうのがアロマオイルですまだ見る、見るではないですこういう形で原液をアロマの原液入れて水で薄めて、へえ、本当だ、すごい、ここに差し込んで普通に、すげえ、あ、なるほど、はめるだけで、はいはいはい、でボタンスイッチで、あとはもうそのまま放置、あ、めっちゃいい匂いする、すごい、うん、その隣のは見たことあります、あります、そのランタン、ね、はい、うん、円音ですね、めっちゃいい匂い、すごい、これディフューザー、お家だね、うん、その手前にある手前のが、はい、マジックストーン、ゴールドマウンテンさんのマジックストーンって言って、はい、まあ、これ本当に溶岩の、あ、溶岩石ですね、はい、なんですけど、
これで肉を焼くと遠赤外線みたいな形で、はい、ああなるほど、すごくジューシーに焼き上がる、今日はこれで肉を焼きます、マジっすか、この下のもそれもこれもセットですね、オールドマウンテン、はい、でここに上、ここは肉を盛り付ける方で、はい、この裏がまな板です、ね、あ、なるほどなるほど、カッティングボード、いやすごい、すごいね、これ知ってますよ、このテーブル、はい、これ皆さんご存知の、はい、山ヒーローさん、山ヒーローさん、山ヒーローさんのベル、はい、ベルクロート、ベルクロート、ベルクロート、月黒テーブル、月黒テーブル、テーブル、かっこいいよね、かっこいいよねこれね、山ヒーローさんたちは外で使ってることが多いんですけど、あ確かにそう、ね、あえて僕は中に入れたくて、ああかっこいい、白カップはやっぱり光沢いっぱい下がるんで、はい、で物が下げれて安定性がやっぱり地面にさせるので、なるほど、で高さ的にも自分で調整ができるというところで。はい、確かに確かに、こう使うとなんかまた違うものにも見えるわ、そうですね、分かんなかったもんね、山ひろさん、こうやって使ったらいいみたいですよチェアも黒のこうやって合わせたらいいみたいです、ぜひ参考にしてください、ぜひぜひ、こんなアイデアもありますよ、このテーブルはまたなんか、このテーブルは、はい、キャンプマニアさんっていって、はい、あのアイアンなんですけど、いろんなテーブルあると思うんですけど、はい、うちがこれちょっと気に入ってるのが、ここのちょっとヘリが引っかかるんですよね、下に網張ってるので、はいはい、ああなるほど、はい、ちょっと傾斜があるところでも引っかかってくれるので、はい、下に落ちない、ああスーッて滑んないです、箸が落ちない、ああそういう細かいところですね、ハルピーさん大事だね、うち落としまくるもんね、確かにねえねえ、ただでさえ普通にしてても落とすのよね、あこれですか、これね、高いんだよね、これめちゃめちゃちょっと今軽くなくなっちゃいますけど、これカリンっていうやつです、ね、はい、カリン、キャンプオンパレードさんが出してるカリンって言って、はい、この上だけなんですよね、でこの下のこ の, キャタあの三脚みたいなのはちょっと別売りなんですけど、あそうなんですね、で中のやつは外のレギュレーターですね、その上にただ乗せてるだけです、あーなるほど、このコイルを熱して暖房が取れると、はい、これがなければ普通の調理用として使えるんです、そうですね、上にこう王冠みたいなのがあって、あ置くと、まあ、ちょっと調理用としても使えるっていう、なるほど、使ってるのが、外のレゲウィンドマスターっていう、あのこういう登山用の、はい、ここが登山用のやつなんで、はいはいはい、でただオーディー缶、はい、でこれがアマゾンで買った足のやつ、あそうなんですね、これスマートスタンドって言って、これ結構便利です、皆さんぜひ買った方がいいです、そのシングルバーナーとかに使えるってことですか、そうですね、もシングルバーナーとして普通に、あそっか本当だ、ここがシングルバーナーで、そうそうそう、ウィンドマスターのシングルバーナー、あそっかそっか、なるほどっすね、かましてるだけなので、この外のシングルバーナーとこの上のストーブがかぶさってるっていう感じなんですね、全部バラバラ、確かにこれは便利っぽいな、この三脚、そうですね、なのでちょっとこうデイキャンプ行った時に、はい、お湯沸かしたりとかちょっとした調理だったら、うん、これだけあれば一瞬でできちゃうんで、まあ、上のカリンはどけどけば、でこれがあれば、まあ、お湯沸かす程度はできますし、逆に暖も取れるんで、そうっすね、かなりあったかいです、あったかいですよね、このぐらいのちょっとさ、うん、寒いかもぐらいの時期にちょうどいい ね、うん、ね、このイメージをさ、自分のテントスタイルをさ、うん、こういう風にしたいって思ったらさ、総入れ替えしていかないとチェンジが難しいですね、うん、1個変えてもなかなか合わないしとかさ、うん、まあでも1個変えて、なんて言うんだろう、なんかやっぱりテーマ性を持って、うん、そうですね、テーマはやっぱり必要で、テントを買うにしても、まあ、中から決めるか外から決めるかとかいっぱいあるんですけど、本当に自分たちが快適と思うかどうかなので、そうですよね、でインスタとかやられてる方は特にそうだと思うんですけど、写真映えが欲しいとかいうのであれば、まあ、ちょっとしたこうポイントだけ持つとかいうだけでも結構気持ちが和らぐので、うちもだからそんなに最初からこれ全部揃ってるわけじゃないので、うん、少しずつ少しずつ固めていって、いろいろ見つつ毎日箱が届くなるほど、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、ぐるっと一周させていただいちゃいました、はい、それではありがとうございました、ありがとうございました、いただきまして、ありがとうございました、ね、おしゃれなテントをご紹介していただきました、じゃあこの後、夜ご飯食べて、うん、楽しくキャンプしていきたいと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。